浮かぶ島があった。人々は浪人街と呼び、蔑むその島に無頼の戸が救い、無法の者が闊歩する町があった。抗議の目も届かぬその町は、いつしか覇業を名乗る者どもに支配され、利天橋と称する者に変貌を遂げ、今利天橋で新たなる矜持が始まろうとして、